はい、こんにちは、クレッチョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いします。はい、で、この動画が気に入っていただければ、高評価、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、参りましょう。はい、というわけで、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りの方は3月25日土曜日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日は隙間を狙えというタイトルでお送りしていこうかと思います。でね、私いつもぬいぐるみ攻略の際はね、やはりぶっ刺しだったりタグ掛けだったりね、隙間というところをバンバン狙って、遅延などでロック、ぶっ刺しロックなどで攻略することが多いのですが、今回はそれをちょっとご紹介していこうかと思います。はい、でこれ小さいんですが、これ楽天パンダですね。楽天パンダ、買い物パンダっていうんですかね。楽天のポイントのやつですね。のパンダを狙っていくのですが、まずこの子ね、あえて3種類ぐらいおったのですが、あえてこの子を狙っております。で、理由としてはこの子ね、手がこう、ピシッとなっていて、この、血というか脇で手が縫われてるんですよね。なので、脇に隙間があるんですよね。なので、そこを狙っていこうかと思います。はい。というわけで、続いて400円ですね。今度は右アームで右側の脇ですね。ここですね。滑らせながら。さあ、これどうでしょう。ちょっと、刺さりが浅そうには見えるのですが。さあ、どうだ。おっと、来ましたね。無事に、マッチョが、ぶっ刺しで、ゲットでーす。ゲットです。はい、こっちでしたね。すいません。リプレイで見ていきましょう。これね、刺さりが甘かったようにも見えるのですが、これ景品がとても軽いんですね。マスコットとまでは言わないんですが、だいぶ小さめのぬいぐるみになっているので。なので、その刺さりでも、プラス、隙間が狭いんですよね。なので、その2つの好条件が揃ったので、遅延が可能になりましたね。そして最後はギリギリシールドの上にバウンドさせてゲットです。はい、というわけで、この楽天パンダ。ぶっ刺して攻略が可能ですね。はい。ということが分かれば、もう一度狙っていこうかと思います。今度は左アームで左側の脇ですね。ぶっ刺しをロックを狙っていこうと思うのですが、これはどうでしょうか。おっと、これずっぽしですね。完全にずっぽし。さあ、どうだ。はい、来ましたね。無事に、マッチが、ぶっ刺しで、ゲットです。はい。ちょっとよくわからん決めポーズになりましたが、その辺は気にせずに、リプレイで見ていきましょう。あ、すいません。こちらリプレイなしでいきましょうか。というわけで、もう一度いきます。もうこんなのね、ぶっ刺してゲットっていうなれば、まあ私はね、この乱獲癖というのがあるので、一応もちろん個数制限はファミリーで言ってるので、問題はないですね。というわけで、はい、これもどうだ？ぶっ刺さっております。さてと、来ましたね。これもぶっ刺さってアームから抜けません。というわけでゲット判定です。はい、続いてこちら、大きい方の楽天パンダ狙っていきましょうか。この子もね、手がお腹というか脇で縫われているので、そこにぶっ刺しを狙っていきます。はい、これもずっぽしです。さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。悪くなかったんですが、しっかり遅延は起きなかったですね。というわけで、他の台に乗っていた、こちら、楽天パンダで狙っていこうかと思います。攻略法は先ほどと同じですね。これも奥深くまでずっぽしです。さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。来ましたね。あ、来ましたね。来ましたね。はい。マッチョが無事に、ぶっ刺し遅延で、ゲットでーす。はい、行きましたね。リプレイで見ていきましょう。これ、気持ちいいですね。ボディを滑らせながら、しっかり左アームをずっぽし。そして、ここからグググッと引き寄せる際に、奥アームと右アームで、これ、尻尾というんですかね、お尻というんですかね、この回転を抜けそうになるのですが、この回転させないように、補助で、そのまま遅延が可能になりましたね。というわけで、この楽天パンダ自体はですね、100円でゲットになります。
チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。はい、というわけでまた違う、これは違う店舗ですねを狙っていこうかと思います。こちら2種なので、今度はこの目をつぶったをですね狙っていこうかと思います。で、これね、可動域的に左アームがちょっと手にさせそうになかったので、あえて手前アームをぶっ刺しロックで狙ったのですが、頭の厚みにちょっとね深さが刺さらなかったですね。はい、というわけで続いては左アームで右側に刺していきましょうか。ぶっ刺し寄せを狙っていきます。はい、これもずっぽしです。さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。微妙に寄せることができましたね。はい、というわけで続いては奥アームで右側の脇ですね。さあ、どうでしょうか。これずっぽしであれば手前に結構いい感じに引きずり出すことができるのですが、さあどうだ、あ、ずっぽしですね。さあどうだ、この後、この後、さあどっちに倒れる。やはりそうですよね。やはりそうですよね。残念ですね。しょうがないです。はいはい、というわけで続いては、左アーム、初期位置にしてもらったので、今度は左アームを右側の脇ですね。とりあえず今度は、ぶっ刺し寄せを一旦狙っていきます。さあ、これはどうだ。ちょっとシールドに粘ってくれませんでしたね。で、今度は左アームで左側の脇ですね。ちょっと届くか微妙なのですが、さあどうだ。ああ、これ奥アームがシールドに刺さっちゃってますね。ああ、残念ですね。今のね、軌道的にはいい感じだったのですが、失敗です。というわけでちょっと届かなさそうなので、一旦頭を持っていきましょうか。頭を持って反応を見ていこうかと思います。さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。まあまあまあ、こんなところでしょうかね。はい、というわけでこれね、ただこのレクデーパーのお尻にタグがあるので、ですがまだ少しね、ちょっと遠いので、一旦下半身を引っ張って、もう少し高確率ゾーンにググッと寄せていこうかと思います。これあるやるですよね。引っ張ろうと思ったら、くるりんぱなって、どん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 奥の方に行くというね、ちょっと難しいですが。はい、というわけで、もう一度真ん中持っていこうかと思います。まあ、ここまで離れちゃうとね、適当ですね。とりあえず真ん中持って、反応を見ていこうかと思います。さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。おっと、地味に寄りましたね。はい、というわけで、今度は左アームを右側の脇ですね。ぶっ刺し寄せを狙っていこうかと思うのですが、これどうでしょうか。どうだ。これは刺さりが、甘かったですね。はい、ということで、ここでちょっと一旦トラブルが起こります。最近ね、ちょっと気温が暑くなって、カメラの方がね、ちょっと熱暴走をちょいちょいするんですが、これもう時空がぐいぐい歪んでおります。で、ちょっとね、これすいません、少々お待ちくださいね。で、一旦とりあえずこのプレイ終わって、一旦カメラ止めて、これね、普通にやっているんですが、実は10分ほどカメラをフー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 していました。私やっとね、熱が安定してやっとついたので、プレイ再開です。というわけで、今度は左アームをね、脇にもう一回刺しております。さあどうだ。お、これずっぽしですね。さあどうだ。これ来たか。来ましたね。はい、無事にマッチョがぶっ刺しでゲットです。はい、リプレイでいきましょう。これね、皆さん若干疑惑付きですよね。わかりましたよ。よく見ておいてくださいね。これ、実際刺さってるのは刺さってるんですね。で、結果から言うと、おそらく確率じゃないかなっていう感じがします。で、ぶっ刺さって抜けそうになるんですが、ここで確率のアームパワーで、ここまで運んできてる気がするんですね。なぜかというと、アームが開かないんですね。ちょっと。アームの開きが異常に遅かったんで、これはちょっとまあ微妙かなっていう、正直多分確率だと思いますが、まあ、一応ゲットです。はい、というわけで本日は、楽天パンダ、買い物パンダっていうんですかね、パンダ日和ということで、グレッチョジムからお送りいたしました。それでは、その前に、この動画が気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。